猫の気持ち12月号が届きました。今回の付録は岩合光明さんの猫こよみカレンダーでした。猫の気持ちの巻頭は毎月岩合さんの写真とエッセイなんですが、各月の猫ちゃん12匹と前年のおそらく12月の猫ちゃんの1匹の計13匹の猫ちゃんがモデルになっていました。カレンダーは今月から始まる13ヶ月分に2025年1年分がついていました。私も配信していない動画を見返して各月ごとのよもぎのベストショットを選ぶことにしました。4月、ヨモギが我が家にやってきました。本当はブリティッシュショートヘアを買う予定だったんですよね。5月、ヨモギはお手とハイタッチを覚えました。6月、梅雨が苦手みたいで食欲がない日もありました。お腹のところを見ていただくとわかるのですが、呼吸が早くとても心配しました。成長した今は普通の呼吸になっています。7月、首の周りの毛が伸び始めてきました。8月、まだ男の子のよもぎです。8月の末にたまたま取っちゃいました。9月、普段はめったに鳴かないヨモギが、行ってらっしゃいとお帰りをしてくれました。ヨモギが行ってらっしゃいをすると、可愛くて仕事に行きたくなくなっちゃうんですよね。
10月。いつまでも暑くてよもぎは夏バテ気味でした。毎年この時期にはもう冷房はつけていないんですが、よもぎのおかげで今年は快適に過ごせました。11月、体重も4キロを超えてだいぶ大きくなりました。12月、遊び方がだんだん激しくなってきました。とにかくよく飛ぶようになりました。猫ってこんなに飛ぶのかなって思うくらいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画もぜひ見てください。